がなっておりますが、ベストラップが、先ほどの予選でしたね、もうほぼ、この3名がほぼ同等のタイムが出ておりますが、タイムが出るタイミングがね、かつて違うというような形となっておりました。この予選2回目も、レースの展開次第では、どの選手が前に来てもおかしくないというような、展開になりそうです。さあ、ゲストの方、各選手の協力の方に出てまいりました。さあ、コリドーの方に出てまいりましょう。さあ、ゲストの方、スタートしました。さあ、ブラックアウトでレーススタートです。ブッチンジには中島リオンがちょっとスタート停止しました。さあ、4番手ではレースの方戻っておりますが、さあ、ポジションをちょっと落としてしまったという感じでしょうか。おっと、そしてスタモットスーマーが、おっと、ドッキリしてはしないが、ちょっとパニックしてますね。おっと、これは止まってきました。これはセナ・スーマが、さあ、セナにマッチをしましたね。さあ、そして、3番手には、さあ、中島リオン選手。さあ、ブッドオレンジで中島リオン選手。さあ、そしてこちらの方は、ね、リオンが、よかったです。さあ、トップ4回となりましたが、さあ、これはほぼ通算だと。さあ、このまま、さあ、等間隔で、さあ、中間隔もね、トカレットプログラスが発注したちょっと少なめでございますから、このまま来てくださいというとこ。さあ、マック選手、この選手がもう一周をしてくれば、さあ、マッチョセラ選手、ここまで本当順調にさあレースの方を進めております。さあ、決勝シートもさあどのようになるか。ちょっと追い上げているでしょうか。さあ、中島、さあ、リオンの方が上がっております。リオンの方がちょっと上げてくるでしょうか。残り2球。さあ、大事な大事なプレーが追い上げてまいりました。さあ、これはオーバーテイク仕掛けられるか。さあ、マッチを引くかな。さあ、ピッチだ。さあ、1台がちょっとプロを1つ。さあ、この2番手の手を進む、さあ、このシューマー、リオンは、さあ、ここはちょっと2コーナーではバトルはできない、さあ、ここから先にどうなっていくか。さあ、ここは難しかった。
まあ、できるまでやりたいかなというところですね。マシオスーマー、そして気温またこのままの時点で立てつかになりそうです。さあ、トップはマシオスーマー選手、そして中島リオン、そして4番手には中島リオン、そして5番手には中島リオン、コウタロー、